主人、雪山に丹波を探す、行こう。おかしいなあ。あいつらここを目指して走ってたよな。誰もいないぞ。もしかしてオイラたちが来るのが遅かったからもう他のところに行っちゃったのか？ヒルチャーグな。可愛らしいですね。私もホテルです。これは戦うんじゃないか？この辺。こいつらか。壊すには多分あれがいるよね。これ普通の氷じゃないよね、多分。じゃないよね。下から持ってこんといけんのかな。あ、でもまだ探すあれが続いてんね。あ、これで壊せるの？ちょっと気になるから先壊していかん、これ。宝箱か。そう、あのタイプの氷は普通に炎で溶かせないから、赤いやつを拾って、この赤いやつね、あれ拾って壊さんといけない。やっぱりコメント見逃してる時ありました。いや、あるよね。いや、俺もあるからな。コメント見逃してしまうのもコメントにもタイムラグがあり、後から表示されたりするんで。いや、実際そういうことあるよね。そういうことあるよな。いや、そうよね。でなんかそんも、な気がすオるイラたなぁちとの思って追た跡け技ど。術って、これまでの旅で相当鍛え上げられてきたはずだろ？なのに見失うなんて。困るよね。もしかして、向こうはオイラたちの想像よりも手強いやつなのか？それって一体どんなやつなんだ？その声は。どうして雪山に？アルベド。アルベドだったのか。だったとはどういう意味だい？さっきここまで来るときにずっと視線を感じてて、音が聞こえてたんだ。まるで周りに誰かいるような。でもまさかお前がここにいたなんてな。あの雰囲気、おいら背筋がゾワゾワしたぞ。まったく、あんな不気味なこともうするなよな。雪山で感じる視線塔とは、動物や盗賊によるものの可能性がある。ここでは警戒を怠ってはならない。さもなければ予想だにしない損失に遭うこともあるからね。二人は雪山に何か用があったのかい？実は最初はお前のことを探してたんだけど、その後アンバーを探すことになって、結局お前と先に会って。思考と言語能力が混乱しているようだ。おや、そうなのかい？ならきっと重要なことだろう。きちんと話を聞こう。なんか
機嫌悪くなさそうだな。もしかしてティマイオスがバカだったことを怒ってないのか。知らなかったふりをしておこう。言えないようなことでも別に構わない。雪山に散策しに来て風景を見たかったということにしておけばいい。にひひ。それじゃあ本題に入るか。実はオイラたち冒険者としての責務を全うしてる最中なんだ。なるほど。つまり君たちはその新人をエウルアに預け、自分たちはサボりに来たと。サボりじゃなくて譲ったって言えよ。それよりもお前は雪山に何しに来たんだ。先日ある友人から依頼された絵がまだできていなくてね。インスピレーションを探すためにここに来たんだ。ついでに原材料を集めることもできる。パイモンをプレイアブルキャラとして出してほしい。プレイアブルにはならないけど、人活棒にパイモンを置けるようになったみたいね。パイモン可愛いですよね。ね。何の原材料だ？絵の具だよ。製銀行からは高級な銀色の絵の具が作れる。僕の自作した絵の具が使い終わってしまったから、ここへその鉱石を取りに来たのさ。鉱石も絵の具にできるのか。ああ。でも採掘するときに注意が必要だ。不純物が多く含まれている製銀鉱は一見すると銀色の微粒子が含まれているように見えるが、光沢が悪く完成した絵の具の炎色性も低い。こういった絵の具は一般的に偽物や粗悪品に分類される。そうなのか。絵の具以外にも何かインスピレーションを探す方法を教えてくれよ。オイラも学んでみたいぜ。君も絵を？いや、オイラじゃなくてこいつに学んでもらうんだ。オイラたちあっちこっちを旅してるから時々何もすることがない暇な夜があるんだ。そんな時何か思い出に残るようなことができたらなって思って。絵を描くのっていいことだよな。一瞬の時をとどめることができる。絵を学ぶのって絶対にいいことだとオイラは思うぞ。いつも宙に浮いてるとか面白いから。確かに。そうだぞ、いいじゃないか。オイラの絵を描けるようになるんだぞ。考え方は悪くない。二人とも絵について学びたいのなら僕と一緒に拠点に来てくれ。そこには画材もあって説明しながら練習ができる。いいぞ。アンバーはセピロス騎士だしきっと大丈夫だって。オイラたちがわざわざ心配しなくてもいいだろう。まずはアルベドの方に行こうぜ。行こうぜ。外は寒いし早く拠点に行って焚き火に当たろう。人活棒の目標を忘れてしまいそうな昔のことな気がします。まあでもそれだけ夢中になれる今やりたいことがあるならそれはそれでありだと思うよ。人活棒が全てじゃねえしな。ここにあったものが少し減っている。価値のあるものか。この辺 PV でちょっと見た。価値を測るのは難しいが、なくなったのは僕の錬金術ノートだ。錬金術ノートって高値で売れるのか。素人にとってはただの紙くずに過ぎないだろう。だがその道に通ずるものからすれば、そこに記録されている知識は宝にも勝る貴重なものだ。
つまり錬金術の分かるやつが盗んだのか。でもここは雪山だぞ。冒険者と盗賊と魔物しかいない。誰が錬金術ノートを必要とするんだ。僕も同感だよ。しかし雪山では実際にヒルチャールが侵入してここを荒らすといった問題が発生したことがある。今ある手がかりだけで結論を下すのは難しいだろう。年内には必ずノイルを強くしてからと思い今は耐えてます。もう何にしてもそうだね、進めないとどっちにしてもたどり着けないしね。でまあその基盤をしっかり作るのはいいことだと思う。これは足跡？まだ新しい足跡だ。どうやら犯人はそう遠くへは行っていないらしい。パーティーを取り固めないと突破できません。そうよね、まあ、何にしても急がば回れじゃな。追いかけようぜ、泥棒を逃がすな。足跡は入り口からあっちへ向かったようだ。泥棒め。何、あ、この足跡をたどれってこと。これをたどれってこと。ちょっと細かく分けていこう。